フェルディナンド・ゴットフリード・フォン・ヘルダーフェルディナント・ゴットフリード・フォン・ヘルダーはドイツの植物学者である。サンクトペテルブルク植物園の幹部職員を務め、ロシア帝国の数密顧問官となった。彼は有名な詩人、ヨハン・ゴットフリード・フォン・ヘルダーの孫である。バイロイトに森林監督官のエミール・エルンスト・ゴットフリード・フォン・ヘルダーの息子として生まれた。父親は ヨハン・ゴットフリート・フォン・ヘルダーの息子であり、母親も当時人気のあった作家のテレーゼ・フバーの一族である。両親は1813年に結婚し、5人の子供を設け、フェルディナント・ゴットフリートは3人目の子供であるが、1831年に母親は5人目の子供の出産時に三直熱で没した。その後は母親の妹、テレーゼ・ホルスターに育てられた。 1846年にエアランゲンやハイデルベルクで法律を学んだ。1849年のバーデン革命に参加し、ローレンツ・ブレンターノラと活動した。革命の失敗により、スイスに逃れるが、しばらくして恩赦されることを期待して帰国した。裁判で無罪になったが、政治的な活動をする道は閉ざされた。フンヘルダーは再び、スイスへ行き、中立ヒ大学で、 植物学を学んだ。1856年に結婚し、サンクトペテルブルク植物園で仕事を得た。1860年から学芸員を務め、1861年から1891年の間、文書館の司書を務めた。植物学の論文を書き、1863年にドイツ自然科学アカデミーレオポルディーナの会長カールグスタフ・カルスから、 博士号を与えられ、1864年に正会員に選ばれた。妻の病気のためにドイツに戻り、妹の住むプファルツ州のグリュンシュタットに移り、妻の死の後もそこに住んだ。プファルツ州自然史協会理事を務め、後に理事長となった。グリュンシュタットで没死した。ヘルダーは植物の学名で命名者を示す場合に、 フェルディナント・ゴットフリート・フォンヘルダーを示すのに使われる。ありがとうございます。